ニューストピックスですナイロンなど合成繊維の一大産地である石川や北陸の知名度を高めようと金沢市の合成メーカーカジグループが暮らしに役立つ身近な製品を消費者に直接発信するプロジェクトを立ち上げました第一弾は間仕切りとしても使える多機能ポンチョで色加工や染色、縫製など すべての工程を石川県内の繊維企業で完結させました産地自ら合戦の魅力や技術を PR し地域産業の活性化につなげます今回はこの話題について経済部の広田記者に聞きます広田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします さて具体的にどういったプロジェクトなんでしょうか、はいえー、合戦で暮らしを変えるプロジェクトと銘打ちアパレルにとどまらず防災衛生など幅広い用途の合成製品を、えー、1か月半から2か月に1回のペースでクラウドファンディングサイトで発表しますす、はい、石川県県ががの産産地でであり県内企業が連携ししてて製品をを生産しているることなどを紹介するようです。 北陸が合泉の一大産地というのはあまり知られていないですよねはいそうなんです実は合泉の生産量は石川と福井だけで全国の約6割を占めているんです、はい、しかしアパレルブランドの下請けがほとんどで産地の名前が消費者の目に触れる機会が少ないのが現状でしたなるほど一大産地なのに知名度が低いっていうのが課題なんですね、えー そうですね火事グループの担当者は石川には世界に通用する技術を持つメーカーがたくさんあるのにうまく発信できない状態が長く続いてきたと言っています北陸の合戦というものを有名にしていくため今回のプロジェクトを考えたとのことです、うん 1> 第1弾となる多機能ポンチョについて教えてくださいはい、えー、間仕切りを表すパーティションとポンチョを組み合わせてパンチョと名付けました、はい、カジナイロンなど石川の6社で製作しており撥水性に加えて湿気を逃がす透湿性にも優れています雨具やアウトドア用として日常使いはもちろん災害時には避難所でプライバシーを確保する間仕切りとして活躍します 軽量でコンパクトに収納できるので持ち運びにも便利ということです、うん、これ画期的なアイディアですよねはいプロジェクトではこのような合戦ならではの身近な製品を展開し消費者に北陸の豪戦を身近に感じてもらうことを目指しています第2弾ではどんな製品が出てくるのか楽しみですね本当ですねワクワクしますねさて今回は経済部の弘田記者に聞きました ひろたさん、ありがとうございました。ありがとうございました。